皆さん、こんにちは。新潟の西村です。今回は、シャルソンアドベントカレンダー2014、こちらにですね、12月8日担当ということで、自分のブログは動画なので、YouTube でお届けしております。はい。アドベントカレンダーね、シャルソンに関する、参加した方とか、主催者の方々が、ブログでつなぐということでですね、自分もいろんなシャルソンに参加させていただいたので、自分もちょっと一つ投稿させていただいております。はい。自分はですね、新潟に、住んでおりますけども、普段あちこち旅しながら働いております。その縁もあってですね、確か2012年5月ですね、シャルソンを、創始者ですね、こちらの佐谷さんの運営されているコワーキングスペース、パックスコワーキングで、2014年5月、あ、2012年5月、5日間、店長をさせていただいたことがありまして、で、その時にシャルソンというのを伺って、やってみないかと、自分も興味を覚えましてですね、新潟の方にですね、持ちかけてみました。シャルソンというのがあるんですけど、って言ったら、面白いねって言ってくれて、で、その方が実行委員長になって、新潟シャルソンが開催され、新潟だけでも3回、3年連続で開催されております。はい。で、自分は参加者として、参加させていただきましたし、3回目の新潟シャルソンの時には、主催も務めさせていただきました。ね、そうこうするうちに新潟県では、新潟市に次いで、2か所目の村上市というところでも、去年、今年と2回参加、開催されて、いずれも参加させていただいて、新潟県内だけでも5回、シャルソン参加し、それ以外にですね、8回ほど他の地域のシャルソンにも参加させていただいたので、全部で13か所、13回。で、全国8カ所ですかね、開催に、参加させていただきました。はい。いやー、ものすごく楽しかったです。本当、参加してよかったなと思うんですけど、ちなみにここにですね、その時の、シャルソン T シャツですね、こんなに 溜まっております。いやー、本当にね、北は札幌、ね、宮城県の仙台とか、あと、長野県の安曇野、こちら2回でしたね。で、群馬県の前橋も2回。それから岐阜。で、神戸と。もう本当にね、さまざまなシャルソンに参加させていただきました。ね、温かく迎えてくださった各地の皆さん、本当にありがとうございました。はい。で、シャルソンにですね、参加してみて、やはり、もちろんね、SNS で、地域の魅力が発信されて、地元の方々にとって、地元を再発見するいいきっかけになるものだなというふうに思います。はい。これはね、アドベントカレンダーに投稿されている他の方々がすごくおっしゃることだと思います。はい。で、中でもですね、自分はその、普段旅しながら働いてて、あちこち旅してるんですけど、旅先で、シャルソンに参加するっていうのがですね、とても面白いです。なぜ、このシャルソンっていうものがなければ、その地域の、その町の、こんなところあるんだなとか、こんな人たちがいらっしゃるんだと、面白いなと。で、その町のことがすごい好きになってしまったというか、そういう自分がいるんですよね。なので、そのシャルソンですね、もっとそのいろんな旅人の方に本当に参加していただきたいな。もちろん地域の方々がいらっしゃって、で、例えば旅人もそうですし、その町に興味のあるね、移住を希望している方とか、U ターン、I ターンとかね、そういう方々にもですね、シャルソンというのはとてもいいきっかけになるのかなって思います。で、ことね、旅人にしてみたらですね、やはりそのシャルソンによって、シャルソンを通じて、その街に触れて、で、いろんなものを
見て、でいろんな方々、土地の方々に会って、まあ乾杯とかってですね、交流を深めてですね、まあ本当一日でしょうけどね、一日って言ってもそのね数時間でしょうかね、その中で、まあ、こんなにも町の魅力に触れられることができるんだな、うん、でそれによってね、やっぱり旅人っていうのは、まあ、各地をね旅するのが好きなんで、結構あちこちにね、知り合いの方もいらっしゃったりするわけですよ。なんで Facebook とか Twitter でつぶやいたりとかするとですね、割と情報発信力って高い方が多いんですよね、うん、なのでね、そういう旅人がシャルソンの中に参加されていれば、もっとその土地の町の魅力が全国に向かってより一層発信されていくんじゃないかな、そんな風に思います、ね、でその旅人の中にね、その土地のこと本当何回も毎年シャルソン参加してねくれてね、リピーターができて、まあ、本当ここに住みたいですなんて現れたらね、非常に嬉しいことではないでしょうか。まあ、自分もね、そんなつもりでこれからも新潟県でもまあシャルソンを広げていきたいと思っていますし、各地のね、シャルソンの方々とも引き続きつながって、地方同士がつながってですね、いい、なんだろうな、シャルソンがプラットフォームになるといいますかね、こう面で広がる展開が生まれる、いいプラットフォームとしてね、本当にこれからも携わっていけたらな、参加していけたらな、そんな風に思ってます。はい、まあそんな形でですね、新潟の自分からはそんなようなメッセージをお伝えしました、うん、ちなみにこのアドベントカレンダ ー, 前の日は調布のシャルソンとかに参加されていた方からバトンを受けいただきました。で、明日12月9日は新潟シャルソンにですね、参加していただいたもう一人のランナーさんからですね、お届けしたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、新潟の西村でした。ありがとうございます。